中心に回れメリゴラ。どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回やっていくのはヒプノシスマイクのリアクションですね。今回はディビジョンオールスターズでヒプノティックサマーやっていこうと思います。はい、というわけで始まりましたヒプマイですね。リアクションやっていこうと思うわけなんですけれども、お久しぶりですということで音源のリアクションになっております。すいません、アニメ曲のリアクションやるぞと言ってるけど全然できません。無理です。すいません、立て込んでます。編集が立て込んでます。とんでもない現実になっているんですけれど、ヒプノティックサマーミュージックビデオが公開されたならばそれを見なければならないよねっていうところで、まあこの動画もがっつり編集していこうと思うので、ちょっといつ動画が上がるかわからない。まあちょっとやっていこうと思います。ヒプノティックサマーということで、なんだっけ、なんか去年のガイドブックについていたなんか特典 CD の MV が出たよということで、ちょっとワクワクしていきたいよね。結構去年ヒプマイ熱かったよみたいな。で去年の夏ってことだから、だからアニメやる前だよね。だから結構盛り上がってみたいなところの、まあ MVなのでめちゃめちゃ熱くなっていきたいなっていうところだし、まあなんかプロデュースがなんかオレンジレンジさんということで、もうちょっとテンションしか上がっていませんわよということで、今回 MV 付きで楽しんでいこうかなというふうに思います。まあ審査通れば動画が通ってるということですね。はい、というわけでやっていきましょう。はい、というわけでやっていこうと思います。今回は、止める形式でやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。これからはね、できる限りやっぱり途中で止めて話したいことを話すみたいな感じでやっていきたいと思っている。はい、というわけでやっていきましょう。よーい、スタート。 OK、 さあ始めるか。俺がトップバカ、スタートの号砲鳴らす気分は上々。いいね。趣旨の説明それはいらねえ。夜な夜が明けるまで騒げんのか。オラブラブラザーにバザーやってろ。一人一度きりのステージを常にファイティングポーズ、それがバスタップ。開かずの扉け破る池袋。おお、いいね。いいな。でやっぱりさ、王道じゃないですか。やーいっす。いいわ。やっぱりでも、なんかさ、バスターフロスの王道感、やっぱりいいね。こう聞いてるとね。なんか、やっぱり一郎二郎がやっぱりオールドなスタイルというか、もう分かりやすいスタイルで来る中で、このサブロの変化球だね。僕らブラザーにっていう、ぶら下がってろとかさ、なんかこの、ちょっと、あれ今までのこのテンポ感じゃないぞみたいなところで、なんかやっぱりところどころ3人で合いの手を入れてるみたいな雰囲気もめちゃめちゃ効いてていいし、いいよな。なんだろう、この運動快感というか、めちゃくちゃなんかハイテンポだね。こう見る限りだと4分半っていうのめちゃめちゃ珍しいな。なんかディビジョンオールスターズになるとさ、だいたい6分ぐらいで結構、おお、結構ボリューミーな曲だなっていう風になりがちなんだけど、かなり短めなバースだね。なんか3人合わせて16小節しかないよね。いや、いいですね。でもなんか久しぶりにヒプマイの曲聴いてるからちょっとおうってなってる。なんか面食らいつつ楽しんでるね。テクニカルだな、ここの3人。ブロー、おー、オッケー、おー、バーオッケー、おー、おー、突き放たい、きた、おー、いいね、この裏の。おーはい、いいね。いや、いいな。止める形式にしてよかったかもしれない。いや、めちゃめちゃいいわ。なんか、ハイテンポだからさ、なんか、おえってなる前に、ちょっと一旦整理できる。一旦落ち着ける。めちゃめちゃいいけど、いいね。やっぱり4444か。3人で4人、ん、何？一人4小節で3人合わせて4小節みたいなところですね。なるほどっていうところで。いや、いいよな。でも、なんかもっと聞きたいなってなっちゃうな。でもなんかやっぱり、説法だよな。空港のさ、あれは説法っぽいし、なんかやっぱりキャラクターが強くていいし、なんかやっぱりアニメ見た後にさ、やっぱりこの3人を見てるから、よりキャラが濃く見えるよねっていうところではあるよね。もうすべてやっぱりアニメの違法ボボンガリンガが本当に悪いことしてる。キャラが濃く感じてしまうというところで、あのアニメはすごい、僕らの脳みそにとんでもないものを焼き付けてしまったなっていうところではあるわけなんだけど、いいよね。でもなんかやっぱりフェスがテーマなんだね、こう見てるとね。いや、でもこのハイテンポマジでついていけるのかっていうところではありますね。僕もなんかバイブスがめちゃめちゃなんか上がりきる前に終わってしまいそう。なんかどんどん駆け上がってきてるよね。なんか、あー、おお、おお、
ヒバー、うぅ、あー、ダメだ、やるぜ、オッケー、うぅ、すごい、でっかい声で、どう、おぉ、サマーだ、オッケー、オッケー、あー、バン、あれ、オッケー、バン、オッケー、空っぽにして気楽に、屋上の楽しさをこの俺が欲しい、いいね、おぉ、知らんのかい、知らんのかい、知らんのかい、おぉ、いいな、いい、やばいやばいやばい、てか、フックがめちゃめちゃいい、フックがめちゃめちゃいい、めっちゃでっかい声出しちゃった、私、あー、やばい、めっちゃいい、フックがめっちゃいいな。こんな暑いと思わんかったわ。いいね。マジでいいね。超暑いわ。てか、ちょっと待って。これは後で触れよう。うん、これは後で触れよう。ちょっと今止めたところで映ってしまったものは後で触れようっていうところで。いや、このさ、ドツ本のこの畳みかけがいいね。なんか今までは、なんかゆったりとスタイルでのらりくらり的な感じがあるけど、なんか今回は、なんだろう。なんて言ったらいいんだろう。どういう違いなのかわかんないけど、落語チックな雰囲気があるというか、なんか、聞かせにかかってるラップだよね。自分たちのテンポ感みたいなものがありながら、それと曲にうまく合わせてる感じがあるけど、なんか今回すごい遊んでるよね。なんかそんな感じがする、ドツ本は。なんか楽しむんだったら、楽しむとかそういうものに関しては、やっぱりうちらの土俵だぜ、みたいな、なんか大阪魂って感じがする。すごいいいね。うん、このちょっとゆっくりしたところ。おぉ、そう、こことかね、おぉここよ、わお、おぉ、ここで変化、ルータイム、サバイバルやバイバイブスパイの前で返す、前方も後方も前方にもハンズアップ、投稿者は肩だろうもん、ウォーウォーイエーイイチゴ太陽壊す激アツなショータイム、風にやる気さバイバン、いやマジいいな、いやてかこれなんかフェスとかで出た時に一曲勝負用だよね、これめちゃめちゃいいわ、ただただ上げて帰れる、いいね、ハート、レタバーン、いいね、あーし、いいわ、ちょ待って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 、ちょっとさ、気になったのがさ、この横浜のあれのこの変化もめちゃめちゃいいんだけどさ、何この私服、横浜頭にできてみんな私服出てた、やっぱりみんな所々私服だけど、でもなんか衣装っぽいよね、ラフななんか衣装、舞台衣装って感じがするけど、なんか横浜だけ完全オフじゃない、なんかこの鬼に金棒のところ、あー、でもここで一旦ビートがスッて下がるんだよ、下がるっていうか落ち着くの、落ち着いた後に急にこう急にこうさ、ジュートのバースに入った瞬間にこの、どん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 駆け上がっていく感じがマジでやばいよね、なんかいきな、一回このやっぱり任侠のさまときさまがガッて出てきた時に周りが静まり返って、なんかやっぱりポリスがやってきて喧騒が復活するみたいな横浜の雰囲気が若干出てる感じがマジでいいね、いいね、おいオーケー、オーケー、バッ、かわいい、いい、あ、嘘なの、ジオーズ、オーケー、バッ、うわっ、バース手術中、締めのラップ施して流れゆく血中、ワンナイじゃワンナイグレーな関係で叶わない、交わすプロミス、僕の子猫ちゃん、うわっ、さよなら虚無、最強のアンセム、うわっ、事故もしてる裏はかけす、手がリンク生まれるピーク、いいね、空間はピース、さあみんなでシングル、おお、事故を変えよう、わお、やべえ、おりやるぜ、さまで構わない、おう、
OK? OK? Let's go! Wow! Woo!コザイクエイはいはいおやべえ、止めるの忘れてたくらいハマってしまった。やばいやばい、渋谷と新宿で止めるの忘れちゃった。あでもあっちいいよな。でもなんかさ、渋谷と新宿の流れ良くない？これなんかさ、もう自然じゃん、もう自然。なんか止める間もなくジャクライ先生が入っていく感じがね、めちゃめちゃいいね。なんか渋谷と新宿の関係性がなんとなく出ている感じがします、私としましては。なんか止める隙がなかったもん、正直。止められなかった。だからラムダ君、次は私ですよ、そんな風に言ってる。なんかこの指定関係的なものが出てきてすぐ入ってくる感じがめちゃめちゃいいよな。なんかさ、ジャクライ先生とかっていうかさ、新宿って基本的に鳥を務めることが多いけど、今回に関してはなんかね、すぐジャクライ先生が入ってきた感じというか、その感じがね、なんか早くなんか自分も歌いたいのかなっていう感じを若干ながら感じて、めちゃめちゃいいなっていう風に思うな。なんか源太郎のリリック今回ちょっと火力高すぎるな。こう改めて見ると、夢の中でも会いましょう、渋谷交差点ど真ん中で社交ダンス嘘ですけどねって、これに踊らされる女子男子が何人いると思ってるの？分かっている源太郎、あなたの言葉は嘘だとしても信じてしまうの、真実味があるから。だって私と踊ってくれる？いやでもなんかこれいいよな。なんかとりあえずヒプマイ楽しもうってなった時に、とりあえずまずこの曲かけとけって感じがするよな。ライブ始まりますってなった時に、なんかとりあえず1曲目これにしとけばとりあえずぶち上がれるっていう感じで、フットスターとかもいいけど、あれもやっぱり締めだし、ね、バトルアンセムとかもまたちょっと違うよなって感じがあるけど、これはすごい明るいバイブスでなんかこう楽しめる、普通にぶち上がれるから1曲目としてめちゃくちゃ良さそう。いきなりこれが流ってきたら、やっぱりこれだよね、おう、おう、おうっていう風に始まる。なんか、ヒップマイのライブ来たってなりそう。これが一曲目に流れたら。ここで、ね、いいなぁ。このカットいいね。今の視聴者さんいい。やるぜ。わぁ。様も悪くない。あおあおあおいい。はい、というわけで聞き終わったわけなんですけれども、まあ特に改めて話すことはないんだけど、いやでもめちゃめちゃ良かったね。ああ、いや、いいわ。でも、これ、ライブで聴きたいね、やっぱり。まあ、なんか、どの曲でもライブで聴きたいって言ってると思うんだけど、これはでも、なおかつライブ向けだよね。やっぱりこう、どのタイミングでやっても上がれるタイプの曲じゃん。めちゃめちゃなんか、バイブス高いし、一曲目からなんかさ、ヒプマイのライブに行ってさ、うわー、始まる楽しみ、何の曲からやるんだろうってなった時に、この曲流れたら、まずぶち上がるよね。おお、おお、だけでわかるじゃん。なんかやっぱり、ビートだけだと、やっぱり詳しくない人はなんか、わからないというか、なんかやっぱり、あーみたいな、なんかバース入ってやっと、あの曲だーっていう風になっていく雰囲気あるけど、これに関しては、もう、おお、おおって始まっていけば、あー、いや、あれだ、あの曲だーみたいななるじゃん。で、てってれみたいな、フットスターの始まり方もすごい分かりやすくていいんだけど、なんか客が乗りやすいような感じ、なんかイントロダクションになってるよね。しっかりイントロって感じのイントロになってるから、なんかこうずっとだってさ、 DJ とかがループさせてもいいじゃん。おおおおってなんかこうみんなライブでね、こう入場するときに、おおおお、あ、これヒプノティックサマーのビート流れてるって思いながらライブ来てもいいわけじゃん。そこで待ちながら、さあいつ始まるのかなっていうところで、ちょっとちっちゃくなった、あれ始まるってやったら、もうおおおおって上がっていって、このヒプノティックサマーが始まっていくってなって、もうめちゃめちゃ熱くない？そういう演出。だからこそなんかライブ一発目というか、ある種なんかバトルアンセムとかもすごいいろいろとね、いろんないい曲あるけど、基本的にやっぱりバチバチな雰囲気があって、なんかチルというか、こういう明るいポップなバイブスってなると、やっぱりフットスターとかになってきちゃって、それだとちょっと長すぎるっていうところもあるし、やっぱりなんかヒップマイ好きな人はやっぱりフットスターだよねみたいなところはあるけど、知らない人からなんかこう、同じテンション感で乗れるかって言われたら、なんか危ないなっていうところなので、なんだろう、他のやっぱりバンドとか、やっぱりラッパーさんとか、なんかフェスとかに本当に出た時に、パッとわかりやすく名詞として、なんかぶち上がれ
れるし、やっぱりこう名詞としてすごいいい曲だなっていう感じはするよね。うん、なんか何気ないあれで、なんだろう、え、ヒップマイ名前は聞いたことあるけど結構いいじゃんってなりそう。なんかこれをなんかライブとかフェスとかで聞いたら、うん、めちゃめちゃいい曲なんじゃないかなっていうことで、さあさあさあ、まあ来週はね、なんか中央区の曲が上がりますよという頃なので、まあ来週はね、なんとかできる限り早く編集してあげようとは思うんですけれども、ぜひともね、ぜひともよろしくお願いします。お待ちいただけたらと思います。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、ヒプノティックサマーでした。バイバイ。